白馬八方尾根スキー場は、長野県北安曇郡白馬村八方にあるスキー場で、単体のスキー場としては、日本国内最大級のスキー場である。八方尾根スキー場と呼ばれることが多い。1998年長野オリンピックの際には、アルペンスキーの高速系種目及び複合の競技会場となった。経営母体は、八方尾根開発株式会社と白馬観光開発株式会社の2社。営業期間は、積雪の具合により異なるが、通常の場合は12月上旬から翌年5月のゴールデンウィーク最終日までとなる。夏季は唐松岳登山の入山コースとして、スキー場のゴンドラ、リフトが使われており、またグリーンシーズンはパラグライダー等の滑空も盛んに行われている。1929年に、現在の咲花ゲレンデにスキー小屋が開設され、1931年には黒菱ゲレンデにスキー小屋が開設された。このように初期には各々独立したゲレンデであったが、疎開でこの地を訪れていた福岡隆之によりリーゼンスラロームコースが開拓された。さらに福岡と後藤昇が大学の先輩後輩であった縁により東急グループの資本が入るようになり、白馬東急ホテルや現在の八方尾根スキー場が建設された。1998年、長野オリンピック・パラリンピックでは男女滑降、スーパー大回転の会場となった。ヘルマン・マイヤーの大転倒で歴史的コースとして知られる。2012年11月1日、白馬観光開発は経営不振などを理由に日本スキー場開発への売却を発表。同日付で東急グループから離脱した。ただし、白馬東急ホテルは現行通り東急グループとして今後も営業予定である。北アルプス唐松岳の東側斜面に広がり、八方尾根の名の通り尾根上にコースが伸びる。縦が長くて横にも広がりがあるゲレンデだが、大半が斜度が強めの中上級者向けであり、初級者に適したゲレンデは、麓の各ゲレンデと夏周期の道路を利用した中間エリアからの迂回コースに限定される。なお、うさぎ平109より上部には迂回コースがないので、初心者は十分に注意しなければならない。リーゼングラートからの眺めスキー場上部。中央にうさぎ平ゲレンデナイタージの名木山、ゲレンデ1998年長野オリンピックのアルペンスキー競技の際にアルペン競技場として使用されたのは以下のコースである。男子滑降コースの設定にあたっては、競技の難易度向上と自然保護との対立から発生したスタート地点問題などの紆余曲折があった。また、うさぎ平付近は霧が発生しやすく、プレオリンピック、大会本番ともに天候に悩まされた。以下のバスにて、八方バスターミナル下車八方尾根スキースクールは、技術戦で上位に入賞するデモが多く在籍しており、国内でも有数のスクールとして評価が高い。現在在籍するデモは、下記の通り。現校長は、元デモンストレーターの大谷陽一。通称、赤服と呼ばれるユニフォームが特徴である。在籍インストラクター数は約120名。全日本スキー連盟に沿ったバッジ技能テストが頻繁に行われているが、おおむね合格率が低く、統一された技能テストながら難易度が高いということが知られている。なお、八方尾根スキー場で行われるアルペン系、技術系の大会運営にも直接携わっており、コース、計時計算、旗門等の各係長はスクール内のインストラクターが兼務している。大会運営中、係長以上の役職者は通常の赤服ではなく黒地に白のラインが入った色違いの通称黒服を着用している。また、インストラクターが空き時間に熱心に練習をしている姿がよく見られる点でも知られ、特にナイターには時に10人以上の赤服が練習を繰り返す姿が確認される。赤服ナイターと呼ばれ、名物の一つともなっている。発表順。ありがとうございます。